今からこちらのお好み焼き屋さん京茶花に入ってみたいと思います。中が3階までなので結構人気店は人気店なんですよ。私のすごく一押しのお店なので行ってみたいと思います。これはトマト焼きそばです。すごくいい匂いやし、もう麺も見て美味しそう。トマト焼きそばをいただきたいと思います。こういうね、本当に好き、うん、ソースも美味しいんだけどね、このトマトの酸味とこのソースがすごく合うの。トマトもいただきます。美味しい。これがこのお店と秋の一押しメニュー、トマトのお好み焼きです。トマトお好みをいただきたいと思います。本当はね、テコで食べたいんですけど、ちょっと出来たてで熱すぎるのでお箸でいただきます。いただきます。うん、今日はね、トマトお好みのもちチーズにしたんだけど、やっぱりチーズは入れて大正解。美味しい。チーズの味がすごいしっかりしてるの。で、トマトとソースとね、合うので、お餅のもちもち感が入って完璧です。これは食べてほしい。食べてきました。秋の超一押しのお好み焼き屋さん、京茶花です。ここはね、道頓堀店なんですけども、場所はね、食い倒れビルから結構近いところです。なので、京茶花って入れてもらったら多分すぐ出ると思うので、一回また調べてきてください。あと、お好み焼きもおすすめなんですけども、いっぱいある一品もおすすめなので、ぜひ頼んでみてください。